香港、二階敏夫と石破茂を批判、尖閣諸島でマスコミも。本日放送された朝日放送テレビの正義の見方の中で、香港さんが次のような発言をいたしました。まず、尖閣諸島における中国の活動について、メディアは全然報道しない。玄関先、や家の中まで入ってこられているのに、何も言えていない。 沖縄の漁師さんが追いかけられているのに、なんで政府に言えないのか、親中派だからこそ言えるんじゃないのか、二階さんとか石破さんとか、言ってくれたらいいのになと思いますと、さらに感染者数の報道について、テレビを見てても報道しない、感染者数ばっかりだ。 ピンポイントで検査をしたら陽性者はそれなりに出るとなっておりまして。まあ、この尖閣諸島に関しては国内の多くのマスコミが、まあ、特に朝日新聞などの、まあ、いわゆる反日的なマスコミがほとんど報道をせずに隠蔽をしていたり、また国会議員においても 多くの国会議員が、まあ、特におかしな野党の議員は、中国政府をほとんど批判していないという事実がございます。また、与党においても、中国寄りだと見られている議員が批判せずに口をつぐんでしまっておりますが、まあ、こういった中国が引き起こしている問題や、また、 マスコミの報道の問題は、当然国民が声を上げれば改善されていくはずでございますので、皆様、尖閣諸島に関しては、地元の代議士に、国会議員に、中国政府を批判するようにお願いをしていただき、また、マスコミの報道についても、 広告を出している企業などに問い合わせをしていただいて少しでも改善されるようにご協力をお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。